こんにちは、辻岡です。今日は1月2日、バチトレールセンター入店したらまたね、バイトークしてくれてます。今日も来てくれたんすね、あざーす。お雑煮とか食べたすか？昨日ね、ちょっとだけ食べたよ。1個だけ、餅1個だけ。お正月はサンリオキャラクターコラボが復活中っすよ。ポンポンプリンも。あ、かわいい。美味しそう。パンケーキ。ちなみにプリンは去年のコラボで人気トップだったっす。嬉しいっすね。おー、すごい。コラボで人気トップだったんだ、ポンポンプリン。それじゃあ今日のお年玉無料プレイプレゼント、明日もお年玉無料プレイをプレゼント、また遊びに来てほしいっす。さてと、これね、スター君やカイル君なかなかね難しいっていう風に書いてたんですけど、ツイッターの方でね、ミッキーさんがこれ2手で取れたよと教えてくれて、最初にね中吉の上のハガキを掴んで、その後ね猫君を掴んだら2手でいけたと教えてくれたんで、そのやり方やってみようかな。よし、ちょっとつかめるかな。多分ね、ハガキに引っかかるよね、アームがね。そこら辺がちょっと怖いけど、行ってみましょう。ほい、あ、あ、あ、オッケー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 、おお、おお、ほんとだ。すごい取れちゃった。そしたらミッキーさんはどうしたらいいかな。ね、ミッキーさんの話では次ね、猫くんを押して転がしたらミッキーさんがね、落ちてくれたよと教えてくれたんですけど、まさかね、ミッキーさんだけ残ると思わなかった。転がしてって書いてあったから、転がした方がいいのかな。ちょっと転がしてみますね。ミッキーさんの頭の出っ張りを押して、右側に転がしていきます。ちょっと掴むのは難しいかも。いけ、行ってくれ。コロンコロンコロンコ、コロン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 、やったー。2手コンプできました。無料の2プレイでできちゃった。ゼロワッチゲット、ちょっとうまくいきすぎかも。はい、2プレイでね、小吉中吉大吉ゲットできちゃいました。やったぜ。とおしゃれプレイはね、練習台の後に行きたいと思います。今日の練習キャッチャーはポンポンプリンの爆弾台ですね。お正月に帰ってきたポムポムプリンスよ。ちなみにこの台がサンリオキャラクターコラボの時一番人気だったっすね。あ、サンリオのコラボの時一番人気だったのかな。さっきはね、なんか全体のコラボで1位みたいなこと書いてあったけど、さてさて、もうあそこ入れてくださいっていうくぼみでよかったっけ、忘れてしまったけど、まあ練習なんで気軽に行きましょう。ここに置くよね。おお、いいじゃんいいじゃん。飛んで、もう一回ちょっと押し出しで吹っ飛びたいな。ここに、ははーんははーん、どうしよう。今度は一番奥で吹っ飛ばして、さらに、あー、そこで行かない、今ので行かない、怖いな。いや、これ奥のバッジどうしたら取れたっけ。戻ってくる、滑っていく。8枚取れました。奥のバッチ難しいな、引っかかってたもんね今。さあ来い、こわたり。1プレイ無料ですね。よし、次はジャック君が教えてくれた、ヒコザル豪華ザル台やっていきましょうか。まずは一番左のヒコザルを取っていきましょう。これはちょっと右寄りに掴んだ方がいいよね。下に落とさずに、あー、掴めないか。あらら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 ら、あらららららら、やっちゃったな。これやっちゃったな。おしゃれプレイいっちゃうよ。これちょっとね、僕読み違えてたのかな。豪華ザルを掴むには左寄りかなと思ったんだけど、ヒコザルも左に寄って掴んだ方がいいのかもしれないね。ちょっとこれもう一回やり直します。バッチ並び直し、これで左ギリギリに掴んだ方がいいってことなのかな。こういうことかな。頼む頼む。なるほどなるほど、 OK。 ふむー、これ豪華ザル掴んでいけるか。ヒコザルはやっぱり左寄りに掴んだ方が良かったですね。ジャック君はそういうことを言ってたんだな。
豪華ザルちょっと掴んでみちゃおうか。ほい。さあ、ギリ止めは結構成功。重たいのかな。でも一段下がって、うわうわーんうわーん。でもすっげえなんか掴みやすくなってるような気がする。これ入ったでしょう。今度は大丈夫だよね。大丈夫だよね。いけいけ。オッケーオッケーオッケーいい感じ。これで儲かざるをしっかり掴みたいところ。よいしょ。どうかな。尻尾に引っかかってちょっと左がつるっとしてそうだけど大丈夫だね。はい、これ奥は一手じゃ取れないよね多分ね。これ一手じゃ取れないよな。詰まるよな。下に落ちるよな。まあ狙っちゃうけど詰まるよね。取れないよね。落とすよね。ダメだ全然つかめすらしなかった。はい、今日はね豪華ザルの台ヒコザルゲットできました。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。今日も絶好の闘技日和である。さあ好きな武器を取るがいい。おーすげえ、モンハンとゼルダのコラボっぽい感じ。左下の剣はビームとか出そうでなんか強そうじゃないですか。本当だね、マスターソードじゃないあれ。バッチでモンスターハンター。大樽爆弾を撃って起爆させるっす。ハンマー、片手剣、大剣、ライトボウガンって感じの武器っすかね。プライベートの話、いろんな武器とスタイルで遊ぼうと思ってたんすけど、気づいたらスラッシュアックスの使用回数が250回。エリアル楽しいっすバイトくんエリアルで行くって言ってたもんね。これはバイトくんの中の人の本当の話だったりして。はい、今日はねここら辺で終わろうと思います。今日はね無料の2プレイでなんとね、あのおみくじのニッキーさんの台ゲットできちゃってちょっとびっくり。あのミッキーさんね、情報ありがとうございます。練習ではね一番奥のポンポンプリンが取れずになかなか大変でしたけど、まあ8枚で、まあ8枚取れて、そしてね豪華ザルの台も今日ねコンプすることできました。なかなかねまたいいペースで新台コンプしていってるんで、またね今回も全コンプできそうでワクワクしています。ということでね、明日も楽しくバツ取っていこうと思うんで、よかったらねまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。